どうもお疲れ様です。まあサポートがね、まあビジネスの、まあ、本質なんでしょうね、きっとね。なんかそのサービスの提供っていうけど、結局は本人に代わって何かをやってあげるってことだと思うんですよ。まあ介護の仕事を長い間してましたけども、自力でお風呂に入れない人を、まあお風呂に入れてあげるとかね。自力で、まあおトイレが行けない人を、まあトイレの用をね、こう済まさせてあげるとかっていうのは十分仕事になりますし、これ結局誰でもできることなんですけども、気分的にやりたくない人っているわけですよね。まあ、そうやって、できる人にはこう仕事がいっぱい来るし、できない人には仕事が来ないばかりか、だから仕事をね、発注しないと自分一人前のことができなかったりするわけですよね。なんかこういうふうな情報を商売にしてると、まあいろんな質問来るわけですけども、確かにその場で即答できないことも、まあ我々もあると思うんですよ。でもその場合って検索して、検索結果を答えてあげますよね。だから結局は分からないことって人に聞くよりも基本的には自分で解決できることばっかりで、検索かけてみたりとかね、今はヤフー知恵袋みたいな便利なところがあるんで、そこを覗いたら、なんかそのネットのサポートを受けなくてもよくないかっていうことがあるんですけども、でも久保さんなりの見解が聞きたいとか、吉谷さんはどう思うんですかっていうような個人的見解っていうのはね、それを超えてなんか興味があるところでしょうね、きっとね。なんかその男女同性婚っていうのが、まあ、最近あるんですけども、同性婚だから要するに結婚した時にね、同性で入籍していいかどうかっていうやつですね。まあ、あれに関してもちょっと調べると答えは出てるんですけども、でも未だにね、なんかこう、なんで同性だったら入籍しちゃいけないんですかみたいなね、揉み事があったりするわけなんですよね。まあなんかこう昨日も、まあ、同じようなことがあったんですけども、なんかそのある人がね、ツイッターを見て、なんかそれで思い込んだことを、そのあるね、まあ、巨大な掲示板的なチャンネルに投稿したらしいんですよ。そこで、とんでもないやつだって言ってるんだけども、でもそれは完全な誤解で、それをたまたまね、知った人が、本人が、そんなこと、事実と違いますよって言うからね、まあ乗り込んできたんですよね。それで実際にその問い合わせした、まあ、ツイッターを見たよって人が言うには、ここにほらツイッターの文言が残ってますよって証拠みたいにね出してきたんですけども、でもその後そのツイッターの発信した人とで、それは違いますよ、事実誤認ですよって言った人とのやり取りがあって、そこではちゃんと和解して、これはツイッターの発言の後にもう2週間後にはね、完全に別の見解を出してるっていうことをね、その場で、まあ、証明して一件落着になったんですけども、そっからなんですよ。調べれば分かることをね、調べずにツイッターの単なる一ツイートを見て、あ、この人はなんか嘘をついてるんだ、もうとんでもないやつだっていうふうに本人の知らないところでこう、まあ、噂話っていうかライブをするわけなんですよね。これはね、名誉毀損と意欲業務妨害っていうね、噂を結局下調べもせずに特定多数の人が見られるようなところ、特に今はインターネットですよね。インターネットでアクセス数が1でも2でも同じそうなんですよ。10万だろうが100万だろうが1だろうが2だろうが、そこに置いたことによってきちんと裏付け手術はしてないってことによっては、名誉毀損とかね、なんかこう威力業務妨害になる、まあその可能性が非常に高いんで、なんかそのまあ暴露系ライブとかっていうのはかなりアクセスは稼げてるんですけども、結構危ないらしいですよね。ちゃんとした裏付けを持った両者との取材をもとにやんないと、なんかその突然なんとかっていうのはね、もうほとんどがそれに該当するらしくって、まあ結構危ないことやってんだなとかね。しかもインターネット上に証拠が残ってるんで、該当者の気持ちによっていつでもこの勝訴を前提とした告訴が挙げられるみたいな感じでね、もしかしたらね、そういう風なインフルエンサーさん、稼いだ金をこっちによこせって言われる日が近いのかもしれないですね。まあですんで、あれですよね、一個人の意見としてはみたいなことを付け加えないといけないのかもしれないですね。まあでもね、影響力があるとかないとかってなんか言ってみればどうなんでしょうかね。いや、私思うに、いつでも宇宙人が地球に攻めてくるぞって言ってもいいんですけども、今言いましたけどもね、それによって風説のルフなんてね、本当に問われるんでしょうか。お化けが出てきたぞとかね、昆虫が人間を支配してるぞとかね、言ったところでなんか問題なんですかね、やっぱ特定の個人を吊るし上げると良くないですかね、やっぱりね。まあちょっとだいぶ話変わりましたけども、まあビジネスっていうのは誰かのサポートしてあげることなんで、自分のことがきっちりできれば、そもそも人にビジネスを依頼することがもうほとんどないみたいなことになっちゃったりとか、
あとやっぱりこう自分のことがね十分できないと、うん、誰かにこうサポートをお願いすることになって、それがいわゆる、まあ、ビジネスの消費者ってことになるんですよね。まあ当然ですけども、私は T シャツを作る力はないですから、今 T シャツ一丁と言いますけども、この T シャツは誰かから買ったものってことになりますよね。まあ、私は自力で服を作ることはないですね。あとここにね、かりんとうがありますけども、かりんとうも自力では作れないんで、まあお金を出して買うってことになるかなと、いうことですか。まあこれからもね、情報ビジネス、本当に縦横無尽にやっていきましょう。いってらっしゃい。